ゾスキダルは抗がん剤抗補化合物である。2009年現在アメリカ合衆国において、急性骨髄性白血病及び、不応性貧血に対するダウノルビシンあるいは、シタラビンとの併用の効果を調べる、第三小知見の知見者の募集が行われている。投与される場合は酸塩酸塩の形で用いられる。作用機序としては、P 糖タンパク質を阻害するタイプのもので、 ゾスキダルの他にはトリキター、ラニクイターがある。開発コードは D335979RS-33295 から 198P 糖タンパク質は ATP 加水分解のエネルギーをタンパク質分子の構造変化に変換し、それとカップリングすることによって薬剤を細胞の中から外へ排出するタンパク質である。 MDR1 遺伝子に高度された P、糖タンパク質は、癌細胞に発現し、多くの抗がん剤を細胞外へ排出することにより、癌細胞を薬剤体制にし、抗がん剤を効かなくする。癌以外にも、正常の器官にも発現し、薬剤の輸送に関与する。ゾスキダルは、この P 糖タンパク質を阻害することにより、癌細胞の薬剤体制をなくし、抗がん剤を効くようにする。 ありがとうございます。